時刻は4時16分になるところです。それではここからは東北の絆のコーナーです。このコーナーは週に一度東北を忘れないために東北で頑張っていらっしゃる方たちと電話でつないだり、東北の応援を継続していらっしゃる方たちをスタジオにお呼びしてお話を聞かせていただいたり、そしてもちろん東北の絆、さらに熊本の絆というふうにしながら、私たちに何ができるのか、その支援の方法を探っていく、良い連鎖が起きることを望みながらお届けしているコーナーです。ここからは税理士法人山重会計事務所の提供でお送りします。今日は岩波書店から出されています 3.11 を心に刻んで、2012年3月6日に発行されました本、震災の翌年に発行されたこの本の中から、那須佳穂さんのエッセイをお届けしていきます。岩波書店のホームページに連載されているものが一都市、そして同じその著者のさらに続きを2として編集されている 3.11 を心に刻んでという本です。今日はその中の2から、例えば山田修正さんのことという那須佳穂さんのエッセイをご紹介していきます。那須佳穂さんは1959年生まれの作家であります。皆さんもご存知なところでは、西の魔女が死んだが有名でありますね。実は絆文庫、来週から赤い絆文庫から白い絆文庫に変えようと思っているんですけれども、今スタジオにも来週分として飾っている白い絆文庫、先日戸塚の団体貸し出し、戸塚図書館団体貸し出しの本の交換に行ってきましてね、今度は白にしようということでね、白い表紙のものなど白にこだわりながら選んでまいりました。その中でハッとやっぱり手に取るこの那須佳穂さんの一冊、タイトルはぐるりのことですが、もうこの那須佳穂さんのエッセイを今回ご紹介いたしますが、ぜひともまず私がこのぐるりのこと、那須佳穂さんの作品を読んでみたいなと思ったほどであります。 3.11 に寄せて、那須佳穂。フォトジャーナリストの山田修正さんは北海道帯広市生まれ、大学在学中、ふといつ死んでも悔いのない生き方をしようと中退を決意。バイクを持ってサハラ砂漠に行き、そこから世界一周、さまざまな国のさまざまな思想を持つ人々と出会い、地球環境のことを考える、自分が本当にやりたいことが見えてきた、化石燃料に頼らないエネルギーを個人レベルで作るという趣旨のもと、バイオディーゼルアドベンチャーというプロジェクトを立ち上げ、車での世界一周の旅に出る。車には出発前に開発した超小型のバイオディーゼル燃料精製装置が積んであった。旅の先々で集めた使用済みの食用油をそれによってバイオディーゼル燃料に変えながら、北米、アフリカ、ユーラシア大陸を横断する。帰国後、今度は日本一周を目指し、公園や廃食油を燃料に変える実験をしながら全国各地を回っていた。2011年3月11日、東北を南下中、岩手県花巻市に入ったところで東日本大震災に遭う。ライフラインがストップ、宿泊先の周辺でも
ガソリン、情報、何もかもが手に入らない。交通手段もない。だが彼の車はガソリンなしで走ることができ、現に世界中の悪路も走行してきた。反射的に体が動いた。近所のお豆腐屋さんが一斗缶5缶分の油を提供してくれた。それで燃料を作る。近隣の農家からいただいた水、米、衣服を乗せ、情報集めに釜石を目指し走った。花巻で震災に遭った山田さん、花巻は内陸部でありましてね、沿岸部の方に進んでいくとそこが釜石であります。私も2011年6月に東北を訪れた時、沿岸部の臨時災害放送局を訪ねようと決めて行った時、最終的には大船渡あたりから花巻まで内陸部に入り、レンタカーを借りていたんですが、そこから新幹線に乗って帰ってきました。行きは仙台まで行って、そこから山本町あたりに進んでいきました。混乱の中、すざまじい状況に愕然としながらも、とにかく切実な現場の要請に応じ動き続ける。友人の母が釜石に住んでいるはずだった。その友人から母の安否がわからない、高齢で逃げられたかどうかわからないという連絡が入った。釜石周辺は警察により封鎖されていて、一般車両は入れない。ポータブルの GPS を車から外して、住所を頼りに瓦礫の中、友人の母の家を訪ね歩いた。友人の母は間一髪のところで津波を逃れ生きていた。友人も無事でいることを告げると、何度も頭を下げられ礼を言われた。それからは自然に行政の支援の手の届かない山奥の施設避難所などをこまめに回り、必要なものをメモし次回届けるという活動の形になった。避難所で必要とされるものは日々刻々変わる。宿を提供してくれている家に帰っては、走るための燃料を作り、物資を手に入れ、また被災地へ走る。毎日がそれの繰り返し。多くの自治体にまだガソリンがなく、救援の手が差し伸べられずにいるとき、彼らのバイオディーゼル車は獅子奮迅の働きだった。家族の安否を確かめられずにいるとき、自衛隊の提供する風呂も遠すぎて通えないとき、細かな個人レベルのニーズに応え続けた。必要なものをブログに細かくリストアップすると、全国からそれが届くようにもなった。そこにうずくまっている人が見えるから思わず声をかける。助けを欲する人がいるから手を差し伸べる。広がっていく彼の活動の原動力は、そのシンプルな気持ちに尽きると思う。一個何百万もする仮設住宅を、ろくに使用も確かめずに建てて、政府から回された億単位の金を安易に動かす無頓着さを感じてしまう一部の組織とは全く違う。目と目を合わせた手助けだった。世界のあちこちでトラブルやアクシデントを切り抜けてきた、そして何より人々に愛されてきた、そのコミュニケーション力、ことに際しての瞬発力、フットワークの軽さ、彼の人間としての総合力、自力がこれでもかというくらいに試された現場であった。共通の知人がいたことで、私は偶然彼らの活動を知ったのだった。お会いして話す機会があった。最初はある程度やれば先が見えてくるかなってどっかで思ってたんですけど、やればやるほど次やらなくちゃいけないことが見えてきて、もう後には引けない、これは長期戦になると改めて釜石に拠点になる家を一軒借りました。古くて家賃は安いのはいいんですけど、隙間風が寒くてと。山田さんご自身は全く肩に力の入っていないひょうひょうとしたご性格だった。あくまで自分の生き方の延長線上に今回の被災地との関わりが置かれていたと受け入れている印象を受けた。いわゆる
震災ビジネスが良くも悪くも目立つ世の中で、数多くの個人が自分の人生という流れの中で関わらずにはいられない事態として、黙々とそれを受け止めた。そのうちの一人のことを期しておきたいと思った。那須木果歩。この文章、那須木さんの山田さんのことを尊敬しながら書いているこの文章に、私は本当にですね、感動しました。那須木さんの文章をたくさん読んでみたいというふうに思いました。そしてもちろん山田修正さんとも会いたいなというふうに思った次第です。皆様はどのように感じられましたか？これは実は2012年の3月に、発行されました 3.11 ここを心に刻んでの本の中からのご紹介となっています。私もよく思うんですね、この社会的ソーシャルではなくセクシャル、個人的、このことを一人一人と向き合うという、このことこそが実はすごく大きなことではないかなと思い、またそして私は実はそれがとても好きで、一人一人とこう目を向き合わせながら話していくことがやっぱり心地よい人間なんだなと改めてこの文章を読みながら思いました。今日の東北の絆のコーナー、例えば山田修正さんのこと、那須木果歩さんのエッセイお届けいたしました。このコーナー東北の絆は税理士法人山重会計事務所の提供でお送りいたしました。東北の絆のコーナーでした。